横浜の事件を含む首都圏で相次ぐ一連の強盗事件をめぐっては、これまでに逮捕された容疑者のうち、宝田被告と同様、闇バイトに応募したと話す者が複数います。犯罪行為をして報酬を得る危険な闇バイトですが、SNS を利用する若者にとっては身近なものになっているようです。闇バイトを募るような投稿って見たことありますか？あります。なんか物を運ぶだけで日給10何万みたいなのはあります。知り合いの話だとスレッドあるじゃないですか。あれめっちゃ多いって聞きますよ。そこで募集かかってて、そのやってみたら、そのぼったくりバーあるじゃないですか。そのぼったくりバーでそのおじさんを連れてこいみたいなバイトとかあった時、もう時給が4000とかでした。多くの人が闇バイトを募集するような投稿を見たことがあると答え、応募した生の声を聞いている人も。相次ぐ闇バイト事件についてはさまざまな反応が。率直にですか？はい、アホだな、家族殺すぞみたいな脅されて、なんかやらざるを得ないみたいなことがあったりするので、まあ、いざ自分がやられるとなると、難しいですね。本当にやらないのかって言われると。収入もないっていうところでは、まあ、そうですね。やっぱどうしてもあの103万の壁があるんで、まあ、限界もあるのかなみたいなのは、まあ、たまに感じます。と SNS で気軽にっていうワードには、まあ、釣られちゃう人もまあいるんじゃないかなと。闇バイト事件では容疑者らが役割分担されている特徴があります。こちら、専門家によると、トップには反社会的組織が存在しているといい、その下に犯行を指示する指示役、一番下には一連の事件で逮捕者が続出している実行役が存在します。その他にも回収役、現金を回収する回収役や下見役などたくさんいますが、この指示役と実行役の間にいるのがリクルーター役です。 SNS などで実行役を集めている人たちで、詐欺の経験や知識がある人、場合によっては指示役と近い立場の人間が担うことがあるようです。今回番組では専門家とともにリクルーターに接触、相手を騙す巧妙なやり口や組織の中で回収役が重要な立場にいることなどが見えてきました。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。協力してくれたのは犯罪ジャーナリストの多田文明さん。若者が闇バイトに手を染めるケースが増えている背景をこう分析します。闇バイトで募集される出し子受け子っていうのは、まあ、常にあの人手不足なんですね。日頃から若者は割と SNS を使ってますのでね、まあ、そうしたものから犯罪者は、まあ、犯罪未経験者をですね、犯罪の方に引き入れようとまずはしてると。ネットのそうした出てきた広告を通じて副業したりとかですね、なんかそういうふうなものにあまり抵抗がないというかですね、そうした世代がやっぱ多くなってきてるのかなっていうのは思いますね。リクルーターの勧誘の手口にも注目します。闇バイトの警戒がされてないときはもう平気で闇バイトっていうふうに載せて、まあ高額案件ということで、そうするとやっぱりこれ犯罪行為だっていうことがある程度分かったわけですよね。ところが今回のようにホワイト案件とかですね、非常にあの分かりづらいようにして捕まるのが怖い人でも稼ぎたい人、まあ、そういう人たちを狙ってるということですね。闇バイトだと分かりづらい投稿が増えていますが、危険を示すキーワードはいくつかあるようです。まずは高単価のバイトを探している方って、やっぱりね、お金に困っている人、高額報酬が欲しいと。あと即日即金の案件と、お金がその日にもらえるよというところを謳ってきますね。あとはテレグラムで連絡を取るというところもですね、あの闇バイトの特徴になります。実態を探るため、 X に投稿されたホワイト案件の募集に記者が応募したところ、その日のうちに連絡が。すぐに匿名性の高いアプリでのやり取りを求めてきましたね。その後、テレグラムを使って2人のリクルーターとやり取りを始めました。すると、これから闇バイトのお仕事の紹介をさせていただきます。仕事の内容は
債権回収になります。預かったカードでお金を出してもらいます。業務内容はホワイト案件とはほど遠い内容で、年齢や居住地など個人情報も聞き出されました。そして債権回収、いわゆる受け子を募集するリクルーターから電話が。多田さんにもやり取りを聞いてもらいました。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし。はじめまして、よろしくお願いします。と申します。あ、はじめまして、よろしくお願いします。債権回収のお仕事の説明させてもらうんですけども、はい、まあ、言ったら借金の回収のお仕事になってるんですね。いきなりピンポン押して家族ください、現金くださいって言ってもまあくれる人っていないじゃないですか。はい。なのでそこは一度騙し取るような形になるんですが、皆さんに一度警察官として言ってもらってるんですね。実際顔合わせるのも 1,2 分って感じなので、なんか難しいことするってことじゃないです。これが詐欺であるということは一言も言ってないですよね。人当たりよくやってくると、これだからみんな騙されて、そして詐欺の実行犯になってしまうと。通話開始から5分、質問を続けていると、なんか記者さんですあ、ちょっと今取材、テレビ神奈川なんですけど取材させていただいてまして。ちょっとだけいいですか。一連の強盗事件について話を振ってみます。あんだけニュースになって人殺しちゃやばいっていうのを分かったはずなのにやってるんで、本当に素人っていうか、なんか出来たての犯罪グループなんかなって思いますね。いざ家入って 1,2 万とかになってるし、家族が全員いるときに行ったりはしないですしね。普通だったら電話とかで確認するはずなんですけど、なんか実際に行ってやってるから、なんかほんまになんやろなと思いますけどね。叩きとかそういったちょっと荒っぽいやつが出てきて、詐欺とかやっぱやりにくくなってますかね。多少影響が出ますね。どこの役のやつを供述とかいろいろ取れば指示役にたどり着くと思いますか。いや、まあ一番はお金の流れじゃないですか。まあ、回収役がどこにお金を送って誰がやってっていうのは、まあ、追っていけば、まあ、大元には 100% いくじゃないですか。まあ、そこら辺もマネーロンダリングしっかりしてるだろうけども。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、はいはい。電話先のリクルーターが指示役逮捕の鍵は金の流れと発言があったことについて、多田さんは非常にその通りだねっていう部分もありますね。詐欺もそうですけど、強盗もそうですけれども、いや、目的はお金なんですね。回収した被害金、それをどうやって、安全に足がつかないように上に上げるかということを一番考えているので、まあ、そうした意味では回収役というのは信頼を受ける人物でなければならないと。防犯カメラ等を使ってですね、回収役等などからどんなふうにお金が渡ってたのかというところがすごく重要になると思います。その上で、今なお相次ぐ闇バイト事件の被害者にも加害者にもならないために注意を呼びかけます。 SNS 上に載っている簡単にできてお金が稼げるという募集には、もうまず犯罪が潜んでいるということを大前提にしてですね、もう今の日本は安全ではないというところを意識して、しっかりとした防犯意識というのを持つことが大事です。取材中、私もリクルーターの電話を一緒に聞いていたんですが、これまで逮捕者はいないとか弁護士もいるからねと相手を安心させる嘘を平気でつくんですが、ただ本当に親しみ持てるような語り口で、大金がもらえるならと鵜呑みにしてしまう人はいるだろうなと思いました。なんか本当に世間話してるような感じで話しているのが印象でしたけれども、闇バイト事件の加害者の中には個人情報を盾に犯罪グループから脅迫されて犯行に至ったというものもありましたよね。そうなんです。警察庁は全国の都道府県警に対し、相談を受けた場合、本人や家族を一時保護するよう呼びかけるなど取り組みを強化しています。一人で悩まず、警察や周囲に助けを求めてほしいと思います。